香り。これってどう入れた方がいいんだろう、チャーハンってこっちから入れた方がいいのかな。最近高すぎて、マジで卵って便利だったよね。いつもさ、一人暮らしだと卵絶対食べきれなくてさ、8パックとかあるじゃん、8個入りとか。4個入り買ってんだけど、4個入りでもめっちゃ高くてびっくりした。そして我が家の卵は残り、あ、おいしい。ソーセージがさ、結構 Vlog 出てくるの多いんだけど、魚肉ソーセージ割と賞味期限長いからいろいろ使えるんだよね、一人暮らしで。あー、そろそろもうこの冬向けのジェラ君のパーカーとかはいっかな。ジェラ君やダッフィー君のパーカーとかはまた来年てか今年の冬かな、着るの。このモコモコ系はここも春夏っていうか、ちょっとずつあったかいのはまあ残しとくけど、こういうねアイアンマンとか、アイアンマンこれもさ買ったけど使ってないや、モンスターズインクのどっか使いたいな。モンスターズインクさ、もう一個持ってんねん。これは来たかな、モンスターズインクのパークのパーカー。こっちリゾートで、こっちはショップディズニーのやつだよね。これはまだ着れるかな、ミッキーマウスクラブのやつだ。今の時期にほんとこれいいよね。ミニーちゃんのカーディガンもね、ミニーベスティーズバッシュできたしな。とりあえずこの子たちは選抜で、でね、5周年のねパーカーもね、本当に買われた方皆さんありがとうございました。今もう多分動画が出る頃には終わってるかな。一応トレー、パーカーじゃなくてスウェットとねロンティーも出てるんで、まあ、まだ着れるからね、取っといてもいいけども、私はスウェットをもう今送ってもらってるので、サンプルをスウェットを着たいんで、ちょっとパーカーさんはまあお休みかな。あとはまあシャツ系だよね、シャツもだし。結構さ前から着てたけど、このシャツ久しぶりに着ようかな。またアイロンかけるけど、この引き出しは全部スピリットジャージーなんです、スピジャ。一旦自分の5周年の届いてないスウェット以外入れたけど完成かな。個人的には最初ね、めちゃめちゃ自分この順番こだわってて、最初スピリットジャージー、ここがシャツ系でしょ。で次がまあセーターとかカーディガン系、カーディガンかな。次がまあパーカー系、100周年のパーカーもいいですよね。まあ、こんな感じでパーカーとちょっとアウター系というか上着系かな。あとは今ね一番のお気に入りはやっぱり100周年やってるんで、ちょっとね洗濯したばかりなのでボロボロなんですけど、100周年のこのスピリットジャージ、これがなんかさたくさん種類あるみたいなんだよね、ウォルトディズニーワールドとあとパリとかなんですけど、今お気に入りはこの100周年のスピジャと、あとはこの渋谷のやつもお気に入りかな。渋谷のディズニースターの渋谷のこの下のイラストが可愛いよね、スピリットジャージ。ほんと今のこの時期これだけで出かけられるぐらい良き、やっぱスピリットジャージ日和だなって思います。ちょっとアイロンかけないとだけどね。よいしょ、もうパークもねブランケットとか必要なくなってきたんで、もうブランケットも片付けちゃいました。
手袋とかパークで使うものですね。あとは最近 GU で買った春服紹介します。やっぱ GU 安くていいよね。 GU で前使ってたもうボーダーがちょっとボロボロになってきたんで1990円、まあ半袖のボーダーだったな。半袖のボーダーと前持ちたのロングなんですよ。半袖とちょっとね春らしいパステルカラーのオレンジ色のシャツ、これなんかダッフィー&フレンズというかダッフィーの服とちょっと着せるといいかなって。オルメル君とかも合いそう、色合い的オレンジで。あとはこれもね GU で見ていいなって思って、夏とか春夏だよね、パステルカラー、ちょっとなんかアイスクリーム屋さんっぽくない？なんかジェラトーニと組み合わせても良さそうだな。ジェラのヘアバンド香港で買ったからのロングシャツか。これがねいくらだ、1990円、こっちも1990円、安いよね GU 本当に。で最後にこっちもトップスだったね。はい、よいしょ。ということで、午前中動画編集と、まあ、パソコンでちょっとお仕事して、で、午後からちょっとね、打ち合わせで舞浜方面行ってました。パスタがめっちゃ美味しかった。で、まあ、お昼はね、そんな感じで食べて、もう夕方なんですけど、で、まあ、ちょっとね、今日パーク一周出したかったんだけど、もうちょっとかかりそうだな、パーク一周。なので、まあ、夜は、まあ、パーク一周と、夜ご飯と、あとね、明日から、いよいよ、まあ、YouTube よく見てくださってる方、生配信とかでも行ったんですけど、めっちゃ重たい。ああ、こちら、じゃじゃーん。そう、3月24日にイベント会やるんですよ。イベント会の準備で、まあ、これね、全部持ってくるんですよ。プレミアムバースデーパーティー。まあ、いろいろね。チェキだったり、チェキをする機械やビンゴゲームとかね、ビンゴのものとか、まあ、あとキャンドルライトもちょっと使いたいなとか、まあ、こちらは全部の模様はメンバーシップ限定で公開はするんですけど、まあ、ちょっとね今回の Vlog でも少しね映像で届けますので、よかったら次イベント会こんな感じなんだっていうので参考にしてみてください。というわけで今回はいただいた牛カルビを紹介していきます。こちらはね冷凍でいただきました。で、朝の時に冷凍庫入れたものを解凍して使います。Thank you.
これで全部1パック使い切ったけど、結構量もあるね、お肉の量。なんか一人暮らしだと結構量多めで、まあ食べきれる人は食べきれるけど、お友達とかカップルでも1パックで全然食べれる量。ちょっとこれ解凍したんだけど、今日はねもう十分すぎる量だったんで次回にします。ヤッホー渋谷イエーイ。というわけで私はちょっと早いんですけど、イベント会の会場入りします。よし、イベント会来られる方ね、今回もたくさん応募ありがとうございます。クリスマスに引き続きね、楽しい時間届けられるように頑張ります。行きます。はい、じゃあスペシャルバースデーパーティー成功祈って楽しこれ、時間のある限り楽しんでいってください。はい、それでは今日の主役の KD チャンネルの K さんをお呼びします。 K さん、皆さんこんにちは。こんにちは。どうぞ。やっちゃいきましょう。時間が多分これ押しちゃうんで。と26番です。どうすか。結構押せてます皆さん。はい、ありがとうございます。何も言えなかったら悲しいな。ちょっと聞きに行っていいかな。聞きに行っていいか。KD さんはどんなところが好き？Happy birthday to you! おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。1週間早いけど素敵な誕生日だ、これいいね。いいな、なんか羨ましいな、こんなたくさんの人に、うん、おめでとう言われて。皆さんありがとうございます。アーカイブの方もラファエロさん、アッチャーさん、シェットフロもありがとうございます。ここからは皆さん、あの食べる前に写真撮ってもいいし、うん、あのお任せします。お友達同士ね、ひろちさん。はい、ということでイベント会終わりました。ヤッファさんがやらかしちゃったんだよ。マジでこれは割ったら割るときは袋の中だね。吹雪すごい。じゃあというわけで、まあイベント会はこんな感じで終わりました。どうでした、2回目？いいお家でした。なんか今日の方がアットホームにゆるくできた。ゆるくね、初めてだったもんね、この前。緊張した、この間。でもちょっとスペシャルバースデーパーティーというかアットホーム感出せてよかったですね。うん、よかった。いい誕生日会でした。ね、ラファさんも楽しめたなら。ラファさん楽しめた？ラファさん一緒に。あ、ごめん、片付けに夢中でした。最後やらかしたら、またよかったら遊びに来てください。はい、次はクリスマスでしょうか。またまたね。でも5月もなんかできたらやりたいな。5月か、いいっすね、7月か、うん、めちゃめちゃ楽しくて勉強にもなったんで、また遊びに行きますね、うん。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。シャツ皆さんありがとうございました。Lights, sparkling. If it's a family like that.
my showcase sign board. If it's a sweet invitation, I was meant to eat at night. でもここバレンタインで3月入ったのに飾ってたんでちょっと変えましょうか。忙しかったもんね最近。また来年使います。そういえばね、視聴者さんに最近もらったんですよ、パークであった。これ飾ろうと思います。100周年の、ね、箱は大きいけど中は小さいんだね。これ、10周年のこんな素敵なグッズもらえるとは思わなかった、視聴者さんから。なんかこんな感じなんだ。なんかさ、回すことができるんだよね。回して音を鳴らすとこんな感じで鳴るんだ。でもなんかここは動くんだね、かわいい。これわー、動いてる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 。あー、まあこんな感じかな。いいですね、100周年。あとはこれもね、視聴者さんからいただいたディズニーストアのお菓子、まあ、これをこんな感じで飾ればちょっと100周年のお祝い感出る感じですね。今回の渋谷の会場が、会場費用を、あ、そうだったよね。で、登録して、で、かかった費用が、だいたいこれぐらいだったよね。で、支出登録。いやー。ね、今年の確定申告はね、少しずつ進めておこう。今年度というか、まあね、2023年のね、3月の会計ソフトはもう早めに入力しておこう。はぁ、というわけで、寝よっかな。